8月28日から9月4日の入閣クワガタ紹介です。1. インド産アンタイウスオオクワガタ。インド産の亜種は亜種の中でも内歯が前を向くのが特徴です。顎はこんな感じ。オス 77mm 含む1ペアを販売中です。 2. ホペイオオクワガタ。中国で一般的なオオクワガタになります。顎はこんな感じ。オス 73mm 含む1ペアを販売中です。3. 台湾オオクワガタ。名前の通り台湾に生息するオオクワガタになります。グランディスに比較的近い形をしています。顎はこんな感じ。オス 68mm 含む1ペアを販売中です。 4. 朝鮮平田クワガタ。飛ぶことの少ない平田クワガタです。全体的に小型の種になります。顎はこんな感じ。オス 38mm 含む1ペアを販売中です。 5. 対馬平田クワガタ。こちらは顎が他の平田よりも長く迫力があるのが特徴です。顎はこんな感じ。オス 74mm 含む1ペアを販売中です。 6. 沖縄平田クワガタ。こちらは顎が太い平田クワガタになっております。飼育も簡単です。顎はこんな感じ。オス 61mm 含む1ペアを販売中です。 7. ミンダナオ平田クワガタ。こちらは大型になる平田になります。顎がパラワンよりもやや短いです。顎はこんな感じ。オス 85mm 含む1ペアを販売中です。8. 屋久島スジクワガタ。飼育難易度の高いクワガタになります。内歯の形状が独特です。顎はこんな感じ。オス 35mm アップ含む10ペアを販売中です。 9. フィリピンネブトクワガタ。こちらは背中の筋がよく目立っているクワガタになります。顎はこんな感じ。オス 19mm 含む1ペアを販売中です。 10. セリコルニスノコギリクワガタ。こちらは顎が外側に沿っているクワガタになります。顎はこんな感じ。オス 49mm 含む1ペアを販売中です。 11. グラキリスノコギリクワガタ。顎が細く発達するノコギリクワガタです。産卵1番で繁殖が可能です。顎はこんな感じ。オス 45mm アップ含む1ペアを販売中です。 12. ホリドゥスソリアシサビクワガタ。こちら名前の通り全身サビ色のクワガタになります。あまり情報の多くないクワガタです。顎はこんな感じ。オス 25mm 含む5ペアを販売中です。 13. 白ヘリ緑角カナブン。角で戦うカナブンになります。兜と同様に飼育が可能です。顎はこんな感じ。現在2ペアを販売中です。 14. エラフスミヤマクワガタ。こちらはアメリカ最大のミヤマクワガタになります。他種との類縁関係はまだよく分かっていません。顎はこんな感じ。オス 57mm 含む2ペアを販売中です。 15. ティアンムニセヒラタクワガタ。こちらは中国産で情報の少ないレア種になります。この機会にぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。顎はこんな感じ。オス 25mm 含む1ペアを販売中です。今回紹介したのは9月4日現在の情報になります。在庫確認等は下記お電話番号までお願いします。また入荷情報はホームページや公式 X で随時更新しています。気になった方はぜひ店頭までお越しください。全国発送も受け付けています。その場合は先ほどの電話番号までお願いします。